のファンも、あれはこれよりでかいです。でかいですか、はい、でやっぱりそういうなんか同じですね、同じような、はい、うーん、そうですか、すごいな。これだとちょうど3社のラジエーターにちょうどいいサイズなんで、うん、で例えば、まあ、フルコンチューガンなんついてたアウトプットでやってね、コントロールができるんですね。なのできますね。へえ。ただね、そうじゃない人も当然いっぱいいるんで、キャブで回したりとか。ここにベンツマークついてますやん。あ、これ、でこれハーネスがベンツ。ここがベンツなだけですね。はい。そうですか。でゴルボの、あ、これボルボやった V70 って書いてあるから、ね、あれなんですね。はい、すごいな。あるんで。ええな。声で聞こえます。あ、で聞く。で45アンペアぐらい全開で回す。ただ本来そこまで必要ないじゃないですか。まあまあそうね。だから半分ぐらいで回しとけば、ほんと10アンペア15アンペアで済んじゃうんで。多分こうやって見たらあれやな、このファンの形状も考えられてんよね。そうですね。だからあんだけ回した割には静かだし。なるほどな。